とうございます。今日はどんな感じですか？はい、今日はですね、なんと日本初、多分霞が関の農林水産省の本省の玄関の前で弾き語りをします。よう撮影許可取れたなと。じゃあ行ってきます。皆さんこんにちは、黄昏の松岡です。今日は僕の大好きな曲、くんくんの歌を歌いたいと思います。 Listen、 それでは聴いてください。僕の名前はクンクン、ちょっと聞いてほしいの、僕の探してるもの、クンクンチェック、君の手荷物絶対ダメ、肉の持ち込み、クンクン迫るウイルスの影、防げ、たとえ少しの数でも、肉、ベーコン、ジャーキー、餃子、唐揚げ、ハンバーガー、全部ダメ。ああ君の悲しい顔は見たくないから、大切なメッセージ、君に届けたい、クンクンクン、お願いどうか忘れないでね、みんなの未来が大きな力に変わる、クンクンクン、願っているよみんなの楽しい旅、僕の名前はクン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 。ありがとうございました。はい、こんな感じでくんくんの歌を弾き語りしてきました。ただですね、今からちょっとシリアスな話をしたいと思います。僕はですね、宮崎県の川南町というところ出身で、そこではですね、10年ほど前に口蹄疫という家畜伝染病が発生しました。約30万頭もの家畜が殺処分されました。で、僕が伝えたいのはですね、たった一人が海外から肉製品とかを持ち込むだけでですね、そういった被害が出る可能性があり得ると。その口蹄疫が発生した時はですね、車も一台一台止めて、消毒をしたりとか、あの時はなんかもう街中が石灰で真っ白でした、地面が。まあ僕当時中学生だったんですけど、畜産農家の同級生は家に帰る前に頭から消毒液をぶっかけるみたいな、そういう状況だったそうです。家畜ってなかなかイメージつきづらいと思うんですけど、まあずっと一緒にいますし、まあ、愛着が湧いてくるというか、そういった家畜をですね、殺処分するということで、本当にかなり辛い思いをされて、また同時に収入もなくなってしまうと。で、またお肉とかもね、作れなくなってしまうと。口蹄疫は10年前に、10年ぶりに起こったそうなんですね。で、またそこから今10年経ちまして、まあ今一度皆さんにこのことを知ってほしいなと思って動画を作りました。まあまさかの最後シリアスな感じで終わってしまうということで、申し訳ないんですけど、大切なことなんで、はい、お話ししました。以上、農林水産省でした。